はい、あー、武雄さんですね。もしくは高田さんが奥にいて武雄さんがマットとかかな。え、クルーばっかりだーなー、クルーばっかりだーなー、クルーばっかりだーなー、かなる。はい、エンジン真ん中で死んでました。あら、ゲンさんできないっす。停電直したのがゲンで、貨物で直してます。で、直った段階で横にピカさんがおられました。ルート説明すると、キッチンが俺しか湧いてなくて、武器そのままも、いや、エンジンの方行ってレポートって形です。プテさん無理かな、メイン巻きで右に行ってるのを見てます。高菜さんと最終シャワーで見合ってるんで、あ、じゃあ無理ですね。アルマはむしろどうしたの？僕はメインで除染をやって、写真を入れてエレキに降りて終わりです。結構怪しい位置、怪しい位置、ね、エレキのどこですか今？エレキの7894と1の間くらいです。向けのどこまで行くの？アルマ君、はい、今僕4にいますよ。お、4でしょ。あ、梅健さんがエレキに入ってるのは停電最中に多分見えてるはず。私バイタルあたりですれ違いましたよね。そうそうそう、ピカさんがバイタルの方行って、僕が今1から4に上がったとこで、石油効果上登ろうか悩んでたとこです。いや、僕4ですね。7と4の間くらい。竹藤さんですわ。あ、待ってよ、僕今 4と1の間ですね。貨物脇で、貨物脇で覚えゲーしてラウンジのトイレタスクして終わりです。僕はセキュリティです。僕はアーカイブ空きです。え、マジでちょうど7と4の間。アーカイブ、いや、4と1の間と7と4の間、あと一歩でも進んだらお互い見えるっていうところ。いやかな。いや、見えると思うけどな。ピカクロスから梅剣が切るから難しいってことでいいよね。うん、エンジンでしたよね、確か。エンジン真ん中ですよね、届かないと思いますね。ピカさんって脇どこだから、他全部脇はね、メインからね、まっすぐ向かってるんですよ。途中停電になったから向かってる、停電に。あ、ごめんね、最終位置言ってない人っている？全員出た。あれ、うん、出た出たと思う。近い場所だったら藤宮セキュリティ、藤宮が宿舎脇で翔平さんと一緒なんですが、でエンジンで翔平さんと別れて、僕はメインエレキ石油テープタスクなので、宿舎脇で石油まで行ったの？翔平さんがまだエンジンメインエレキ石油テープタスク、翔平さんがまだエンジンにいるのかっていうのはちょっと気になるので、まあ高田さんのセルフもほんのり疑ってます。本当にど真ん中で死んでた、あの T 字路のもう真ん中で死んでた、うん、そう、翔平さんがまあまだそこにいるのかっていうのが、フジピカ動くなっていう印象が。まあそうね、停電、あのサボ直しに行ったってところで勘弁してほしいかな。やつらない人外だろう。賛否教えてください。はい、ミアルマに入れてます。あ、ピカクロス入れてます。ほう、アルマ投票いいのかな。主張を変えなかったからな。あ、間違えたわ、86だわとか言うかなと思った。いや、通信使い、いや、これ金庫に見えた、僕マジかよ。え、おー、はい、あー、武雄さんですね。もしくは高田さんが奥にいて、武雄さんがマットとかかな。武雄さんとはしごですれ違って、僕が上側から回ったんだけど、下にお肉が見えたから、机も吐き返して、下に行って、レポートしようと思ったんだけど、高田さんがレポートだったから、高田さんが奥にいたんだなって思ってる。俺は奥から出てきて、ゲンさんが死んでいて、レポートって形で、手端がちょろちょろしてました。ああ、だから今の動きですね。机の真ん中、上真ん中まで行って、下にお肉が見えたんで、下側に回ってレポートをしようと思ったんだけど、武雄さんと、ミーティング降りてくるときにすれ違ってます。僕が登ったときに武雄さんがどういうかなんだけど、あれ、どこで発見なのこれ。ミーティングのボタンの下側そうなの
僕あのミーティングに上がって左のレバータスクやって降りてきたところなんですけど、おたけ、はい、まあ、高田さんのチーム室で奥行ってリポートするっていうのは状況的になさそうだから、うん、出たけど近すかね。竹尾さん目線分かんないって感じですか？分かんないっすね。え、プテさんと連れ違ったけど、所さんとは会ってないけどね。俺はおたけを見てなくて、僕はね、どっちかなこれ。僕はちなみにそう、僕は高田さんを全く信任できてないから、うん、高田さんが僕の動きを言い当ててるのは人外っぽいなと思ったのね。はいはい。で、犯人が奥にいる場合は僕にレポートされると思ってレポートできるのよ。あの、うん、僕結構上回って、あああるやんと思って下回ってる間にレポートされちゃってるから、俺も喋らせてほしいんだけど、うん、俺の視点でいくともうプテハシは死体のところらへんにいたので、ああ、で俺が奥から出てきてそのままレポート、ちょっと離れた位置からだけど、俺のレポートした位置は若干離れてた位置でレポート、プテは死体の位置らへんにちょろちょろしていた。であればじゃあ僕と対抗になりますね。僕は死体のところにちょろちょろはしてない。メサブ中だからローラできる、うん、ローラできるね。え、多分私直した。え、いや直ってない。え、直ってないです。マップ見ればわかると思う。直ってないっす。高田さんマット、竹尾さんインポスターを警戒してほしいぐらい。僕は一応動きとしては対抗です。僕は高田さんに入れます。うん、想定のおたけってどこ行ったの。あ、こっちから釣られるの。サブ聞いてもいいですか一応。あ、まあでもあれか、米サブ乗ってないのか。うん、うん、ロラはいける。誰に、誰が入れた。私入れてる。普通にプテから釣られると思ってた。ピカ、ピカ誰だ。さて、はい、一応僕コミュ直したんで僕マットじゃないんですけど、うん、うん、いや私ね離れた竹尾さんが来たから。離れたとかで外した外したじゃないの。なんか手外したしかいなくて、いやーもうめっちゃが藤田かローローピカマットだと思う僕。3票聞いていいですか一応。あ、票入れてる。なんだろう、純粋に高田さんの方が情報先出しだったから、あ、全然プテさんかと思ったけど、いいと思うんだけど、もう一人出ないんだったら、釣らないでほしいです。うん。藤宮君がインポスターに見えるのあれば。え、まあ、だって、一番初日のやつって、僕と美健さんが情報出ししたので、3番目と4番目くらいだったのに、うん、思考放棄して僕に投票し、で、かつ、自分の情報出したら、いや、自分の情報出したら、自分に投票入るのがおかしいっていうのは、来るだったらやばいと思うから、自分で。で、1の対立があったから、うん、あ、1の、いや1の対立は結局曖昧だったからしてないと思うんだけど、まあ、あれは実験してみたけど、まあまあまあ、若干見えない距離だったかもしれない、うん、さっき実験したけど、いいけど、まあプテハシの開始がとても冷静だったのでっていうのもあり、うん、まあ、初手翔平さんがエンジンから別れたのにまだエンジンにいるっていう違和感から僕は高田さんに入れました。うん、まあ、まあでもあと1票出ないです、ね、出てこないんで。プテさん白進行ならピカさん釣るチャンスタイムだと思うけど、いや怖いな、うん、終わりだと思うけど、マットだと思うし、ピカさん、あ、プテさん釣らないな、ね、スキップするぐらいだったらここで消化食っていう、あのだとして、え、何容疑でマット疑われてるんだ。あ、投票したから、あ、今直して、僕が直してピカクロス君直してないっていう発言をして、多分ピカクロス君が小宮中にいて、みんながなんかサントスさんとかそこら辺3人ぐらい外に出てたから、うんうん、直す時間あったんじゃないかなと。とかそれだったら、そもそもマットだったら向かわないっすね。意味がない、疑われてるわけでもないし。で、私はどちらかというと竹尾さんの方が容疑者の中でマット疑われてたから、うん、竹尾さん来たと思ったから一回解除して治るのを待ってたんですよ。釣らない進行取っていいですか。離れた。だけど釣らないで行っていいですか。いや、まあ、まあ安定は普通に、まあ僕視点で絶対1枚落ちてるんで、インポスターがなので、うん、スキップしたいです。なんか事故が減りそう、スキップの方が。誰ですか。あれですか。入れました。あ、入れるんだ。そうだ、うん、
ちょっと怖かったんで。耐えたな。普通にあの盤面で、え、プテさん自投票ありますよねって言われたら、まあ釣りを飲まざるを得なかった状況かなと思ったけど、まあしないか。藤宮っぽいけどね。藤宮があの釣りを高田さんと戦おうと思ってたところを竹プテに誘導してたと思うから。でピカさんマット、まあ濃厚だとは思うけど、事故って普通にクルーだった時辛いから、嘘、あらマジか。停電時にアーカイブにいました。なんで内姫さんとして、アーカイブから昇降機右に行かなかったかな。あ、そうなんだ。私は見失ってたけど、アーカイブには行った。停電時だったら魚さん難しそうだと思うけど、魚停電直します。どこすか。え、展望デッキ。竹鬼と途中まで並走して、竹鬼がエンジンの配線、俺がコミュニティブティキッコキッチン、展望デッキで停電直してる。いやー、停電になる寸なんかなって寸前かなんかの視野狭くなるときに昇降機右に行ったっぽかったけどな、なんか。うんうんうん、かつ、俺が、シャワー室にいたんですけど、タオルタスクをしてる藤宮を死にしてるから、そこからアーカイブ昇降機っていう感じかな。でサントスさんには白出せますね。昇降機右に行ってる想定で下降りてるんだったら、サントスさんと本をずっと停電中やってたんで、は、うん、い、うん、多分出せ。展望で見合ってる2人って誰でしたっけ。見合ってないよ。停電を1人で直してる。ああ、誰もいない。あ、なんか竹鬼機が竹鬼はエンジンルームの配膳タスクに置いてます。そうそうそう。クロス君のちょっとルート聞いていい？私はサントスさんとアーカイブで会った後、サントスさんが本タスクやってて、シャワー、メイン、エレキ降りて石油の方まで行けてますね。自分は最終位置にエレキにいるが、まあ、どこのあたりにいる？エレキの8番、まあ、私そのタイミングで多分もう抜けてるんだと思う、石油の方に。かもしれないですね。アルマは？僕はミーティングのボタンを押しますよ。ああ、はあ、私して梅健さんにごめんなさい、白出ないんで分かんない。停電で失ったからっていうのがあるので一応言って。ああ、結構重なってましたね、サントス。あ、そうなんだ。私は見失っちゃった。サントスさん、僕は最後ラウンジ配線の方に行ったんで、ワンチャンアーカイブから昇降機右に上がってきた藤宮君を最後の最後にキルできるぐらい。そう、もう梅健さんはわざわざ私には白出さないかなっていう気がして。ワンチャンあるかな。だから魚さんと竹雄さんが白ですよね。うん、僕は白でないと思う。あ、竹雄さん出ないんだ。あの魚さんとエンジンで分かれて停電になってる最中ね。うん、でその後僕昇降機まで、昇降機じゃないな、宿舎前通路もあれ行けてるんで。実施点だと竹雄さんは全然疑い得ないですね。高田さんインポスターが竹雄さんにあの投げかけをしないと思う。竹雄さんみたいな。違和感なのがやけに停電長かったなと思って。多分直しに行った藤宮くんがそこでキルされてって、なるほど、だから割と移動できる時間があると思ってます。うん、アルマ弁当？アルマ弁当？うん、アルマくん弁当全。アルマ弁当か、藤宮がインポスターっぽいっていうのがわかるからな。まあそれを言って殺してってやるっていう感じ。まあ、ないことはない。うん、あ、やっぱサントさん白ですね、僕視点。そしたらまあ梅健さんも、うんうん、白っぽいけどな、姿勢が。藤宮くんが生きてるのであれば直してる時間は絶対あったので、うんうんうん、直す前に死んでるって考えると停電中見合ってたサントさん。停電長かったね。うん、停電長かったよね、うん、思った。なおかなさん白、プテさん白進行。まあ、一応宿舎金庫、宿舎昇降機、左ミーティングしか僕移動してなく、ヌーンは左いなかったです。うん、で、と宝さんを黒を決め打ちで進行しているので、宝さんを釣った次のターンに真っ先に僕が宝さんを黒だと思うっていうのを言っているっていう自覚があります。まあ相方は藤宮だと思ってたけど、うん、相方は僕も藤宮だと思ってた。いや、うん、藤宮が黒だったらやばいなって思ってたから高藤だと思ってた。
アルマ君ヒットに見えるな。え、ピカさんはヒットじゃないんですか。いや、やっぱピカゴス君ね、マットだと思うんです。そう、ピカさん消化食。え、だったら今釣ってほしいです。消化食。うん、ピカさん消化。何なんか。いや、まあ、別にいいけど、ね、高田さんで落ちてるし、まあ別にいいとはいいけど、うん、難しいのが、そうだね、タスクシートない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 、僕は無理、タスクは。あの、ただ一個言えるとしたら、私多分ね、あの無理ですね。竹尾さんって最後どこにいるんでしたっけ？証拠、宿舎前と証拠機の間ぐらい。あ、そこにいるのか。私が多分先に降りてるから、多分プテハシさんとぶつかるんじゃないかな、メインベントとか使うんだったら。まあ、どうかな。いや、停電だったし、僕はメインからはしご降りてすぐで終わりだから。だからなんだろう、多分そこでキルしてるんだったらプテハシさんと停電最中でも絶対すれ違うと思うんですよ。私エレキ方向に降りるんだったら左方向抜けるのもそうだし、いや、てかもうこれ近くだと思ってて、プテさんが白進行で魚さんが停電を直していて、ウメトスが白取り合うんだったらピカさんつって強人だったとしても一回アクションギ挟むけど全員釣り切りできますよ。これ中野アルマ視点でインポスター足りになる。え、鬼気しかなくないですか今の状況って。ピカさんがマットだったら、うん、ピカさんを釣ります。僕は竹尾さんを白で見ているので、じゃあまあアルマからその点が出るんだったらいいでしょう。あの私落ちても後追いがないので、アルマくんは釣ってほしいですね。いやなんかね、ここ白白取れてんだから怖いのが一応梅健さんとすとかだけど、いやでね、ピカさんアルマくんに投票してるんだよな、最初3票。いや入れてるよ、だって梅健さん私目線白いんだから。あ、若干待ったじゃなさそうな気もするんだよな。インポスターだよ。あ、インポスター。あ、竹尾さんマットなのか。ナイス。インポスターだったの。そうだよな。いや、うまくいかない、うまくスイッチできたと思ったんですけどね、なんかね。鬼キがマットなのこれ。あ、そうなんだ。面白い試合でしたよ、めっちゃ。いや、小木さんでうまくスイッチできたと思ったのに。なるほどな。一応で死んじゃったけど。うん、めっちゃびっくりしたわ。ピカさん入れ替わりはうまかった。うまいな。うん。終わってめっちゃびっくりした。今日アルマくん人。キタマット。竹尾さんになんかちょっと殴られただけで僕死にそうだっただろ。なんとかなったの。